皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今日も早速遊んでいきましょう。今日は注目の難しいからキラーの間での攻防を JT さんのコースでベストクリアタイム48秒、クリア率は 3%、 このコースを最初に遊んでいきたいと思います。だいたいね、私がやるのは U のスピンが多い。やっぱりいろんなアクションができる分やりたくなっちゃうんだって。待った、これどうすればいいんだ。下に降りるのかな。下に降りるだよね。それ以外ないよね。信じるよ。あ、こっちか。こっちに来るってことね。それはわからんよ。わからんわからん。キノコ取っていいんだよね。よいしょ。こいつは越えて、ガリガリも越えて、まあ普通のスクロール、おわー、スクロールコースだと思ったんだけど、パックに当たってしまう。あ、厳しいな。パックンの動き、よく見て、スピンジャンプだけで行こうとしない方がいいわ。いろんな種類のジャンプをきちんと使い分けていこう。スピンジャンプからの、キノコ！これは下かな？下の方が良さそうだね。よし。上来ちゃったけど、実はこれ下の方が良かった。っていうか、下じゃないといけなかった。危ない危ない。ちゃんと見ておいて良かった。キノコか。これはできれば、もっと取っておきたかったけど、ダメージ食らっちゃったからしょうがない。ここで取っていく。あー、ダメージ食らっちゃうな。よし、多分また次のキノコがあるんじゃないかな。ここまでご利用しできたけれども、あ、嘘でしょ。そのキラーに当たるのはなしだよ。なんだっけ、さっきはここでテレスに、テレスじゃないや、キラーに当たってやられたんだったかな。あれはずるい。これキノコだよね。あ、ファイヤー。それは想定外。いや、嬉しいけど想定外。よいしょ。だってね、これで蹴っ飛ばしちゃうよ。本当にいいの？こういうことができちゃうんだよ。Pスイッチは持っていくよ。いいね。踏んで、もう一個持って、上から行こう。上から行こう。本当に上から行って大丈夫。早めにゴール。いや、下行ったら行き止まりだったか。ご利用しで行こうとしないでよかったわ。ご利用し、くるくるくるさん大嫌いだからね。当然です。さて、お次はこちらのコース遊んでいきましょう。いちごタンロック、8-3、7つの願い玉、洞窟サバイバル。サムネの中にドラゴンボールスーパー勝ち残れ限界ケーブサバイバルって書いてありますね。限界突破サバイバーの演奏系コースかな。いちごタンさんのコースって確か演奏アクションコースだよねと思うんだけど、そうだよねきっとね。発生した。待って、どっちに行けばいいんだ。あれ、ん、待って待って、どっちに行けばいいのか分かんなくなっちゃったーい。ん？本当にどっちに行けばいいんだ？とりあえずいろんなところ行ってみるか。僕はどう、どうすればいいの？願うように、てんてんてん。てん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 。なんか被ったけど、これをずっとキープしていく自信もないという、よし、悩みどころ。確か今、一回ダメージを与えたはず。あ、これ壊してくれないか。てか、本当にルートが合ってんのかどうかがまず自信ないんだよな。何かが出てくるわけでもない。ドラゴンボールスーパーでこんな音はあったっけかな。とりあえずマントもかぶったからいろいろ進んでいけるんだけども、ピンクコイン残り3枚を多分このエリアのどっかで探していけばいいんだな。うん、きっとそう。わかんないけどきっとそう。ロゲンベッドがないとこっちには来れないでしょ。おお、すげえ。ここは知ってる。知ってる。思いっきりサビの部分だ。限界突破サバイバーのサビの部分。すげえ。ちょっと敵がしょぼいけど、それでもすごい。よいしょ。いいねー。なんか盛り上がってきた。のこの子さん2匹倒しちゃったよ。くそー。あー、しまった。またマント取りに戻んのかよ。めんどくせえ。あー、マントかぶってた。ロゲーメットないけど大丈夫かな。なんと、これどうすんだ？飛べる？飛んでいける？ヨッシーかなんかいるのかな？もう出てこない。よし。ちょ
りあえず上の様子は、どうやってどうすればいい、なんにもねえよな。こっちだって、あと行ってないところ、こっちまだ来てないと思うから行くよ。残りピンクコイン1枚。さて最後の1枚をどうやって取ったものかな。うわ、どっからやってきた、こいつは。いきなり力の大会のラスボスクラスのやつが出てきたんだけど、さっきはこの赤コーラを途中で見失っちゃったから、今度は最後までついていく。ほらピンポンってなった。これで合ってるはず。クリボーさんとかにあと当たらないように気をつけつつ、こっちも壊してもらう。で、なんか出てくるんじゃないの。はなちゃん、そしてクッパクルー、ほえー、いやー、ほんとよくできてるわ。もう BGM だけでこのコースを遊ぶ価値があるわ、マジで。ドラゴンボール好きだからかもしれないけど、これでピンクコイン全部揃うでしょ。全然クッパも倒しちゃいたい。倒した。でも特に何もなかった。この左上のところでこのドラゴンボールのなんとか限界突破サバイバーか、その演奏をしてるんだね。よくできてるよ。で、どこだっけ、ピンクコインで開ける鍵付き扉。あったあった。よし、やっと入れた。こっちか。左にも行けそうだったけど、こっちでよかったのかな。こっちはただの1アップ取る場所。なんだっけこれ、なんとかゴリラチンパンジー。いやいや、まさかそんな音は流さないよね。左に進んでいくよ。お、静かにする。あのバネはなんだ、あのバネは。あのバネを使ってクリアゴールしろってことなのかな。やばい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 、きついきつい。どうやってゴールすればいいんだよ。もう今、ああ、急降下ができなかった。これでどう、ダメ。どうすればいいんじゃい。あ、でもこっちまで来たら合流して、合流して、早く早く早くゴール来て、当たる当たる当たる、やったー。あー、時間がかかっちゃうとあのキラー砲台もどんどん出てきてたのか。いやー、で、あのバネはどうやって使えばよかったのか分かんなかったけど、まあいいか。無事にゴールすることができました。さて、お次はこちら、バームクーヘンさんへの挑戦状5、みかんテイヤーレベル。テイヤーレベルってなんだよ。ジョンさんのコース遊んでいきましょう。クリア率は 7% ちょっとですね。テイヤー、何もないやないかーい。これはなんかいろいろタイムアタックができるようになってるんじゃないの。これは上ではまらないための仕掛けか。ありがとうございます。いや、まさかの水中コース、これは想定外。でいやー、ピンクコインゲットして、メットはこれは持っていくタイプのメットだったのかな。まあいいや、もうやっちゃったものはしょうがない。このままどんどん進んでいくよ。ファイヤーがる、ファイヤーがる。でもファイヤーを取るとちょっと時間的にはギリギリになってしまう仕掛けかな。ハマってるハマってる、ちくしょうめー。ここは素直にこっちから行こう。なっていうか、今上にピンクコインがあったようななかったような気がするけど、もう通り逃しちゃってるのか、ちくしょうめー。ここは素直に上に行こう。ピンクコインは諦めた。
こっちでいいや、こっちでいいや。あのピンクコインを集めるのは至難の技。これは押していくでしょ。そうすると、え、待って、この先のずっと押していくの。いや、まさかまさかまさか。よくさ、サスケコースとか言って、このクッパクラウンを押していくコースあるけど、ここまで押していくコースはなかなかないでしょ。上行けるんじゃない、やっぱり。行けないんかーい、行けないんかーい、畜生めい。ワン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 、でっかいよ。ワンワンは大好き。いや、本物のワンワンは大好き。こいつはやっと道開けてくれた。ブラックパックンが空を飛ぶ、空を飛ぶ、なんとか空を飛ぶ。なんだっけ、全然思い出せない。で、こいつはファイヤーで倒すのか。いや、これもまたシビアだな。よいしょ。くー、はまってるはまってるはまってる。チクショーめ、もうちょっとだったのに。見る。よし、踏んだ。で、クッパクラウンは取らなくてもいいんだろうけど、次は、あ、わかったわかったわかった。クッパクラウンで右下の壁を壊すんだ。それは分かったけども、まずクッパクラウンに乗れないし、ゲストたち邪魔だし、乗れた乗れた。ここまで来てやられたら笑えるよ。本気で笑えるよ。よし。よし。これでどうよ。これでどうよ。いや、取れない取れない取れない。あー、怖え。あ、今がチャンス。狙いチャンピオン。なんだっけ。俺、俺、俺、俺。ウィアーザーちゃん、関係ねえ。というわけで、次は右上に行ったらもうゴールか。ピンクコイン、2枚しか集められなかった。まあ、これ最後のは取れたけどね。畜生、今度またいつかリベンジしてやろう。さて、最後はこちらのコース。私のマリオメーカー、みなのマリオメーカー、ナミさんのコース。ベストクリアタイムは1分31秒、クリア率は 18%。難易度は高くないと思うので、まあ、普通にマリオを遊ぶ気持ちでね、楽しく遊んでいければいいでしょう。スーパーマリオメーカー、遊んでいきます。いいね、なんかマリオメーカーの初期の頃のコースって感じで。ガリマリオが出てきたのに、取れなかったやないかーい。これでいいのかな？これでガリマリオ取れるでしょ？てか、この鍵は気づかなかったら取れないやないかーい。で、次は、このままガリマリオのまんま行っていいのかな？わーって言って出てきたけど、入れる？入ってみるけど、入れない。あ、だからそれはずるい、それはずるい。アミーボじゃなくて隠しブロックがいっぱいあるんだ。それに気づけるかどうかの勝負かな。このまま右上に登っていく感じ。さて、中間ポイントがあって、アミーボを取って、スーパーマリオメーカー。まあ、それはいいとして、ピンクコインがやっと1枚目か。この先はどういう仕掛けになっているんだろう。あの扉にも入りたいけども、まあ、いいや。こっちに立って、ほほう。ほほうからの、何が壁を開けてくれるんだ。ボム兵でした。こいつは取っておこうかな。ごめん、特にコメントなくスルーしてきちゃった。このバネ地獄もね、昔散々遊んだからね、バネ系。よいしょ。もう今更このぐらいのバネでは泣かないよ。よし、ほら。このぐらいのバネだったら、楽勝じゃん、畜生め。この飛んでるバネを使った方が多分楽になる。こっちにはピンクコインは、あ、上にあった。よし、これで5枚か、残り半分。スーパーマリオメーカー、ファイヤー取って、クッパを倒す。これダメージ食らったら倒せなくなっちゃうから、気を抜かないで気合い入れて倒していく。よし。昔、本当にファミコンの頃のクッパはとてもとても倒すなんて発想はなかったんだけどね。よいしょ、これでこっちに届くでしょう。いいのかな？多分これ落ちたら死ぬよね。落ちたら死ぬと思うから、ブロックに戻るのを待って進んでいく。落ちたら死ぬよね。本当は下に何かあったりするのかな。こっち？よいしょ。てて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 て
てて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 てよし、これで残りは1枚。早く炎入ってくれ。よいしょ。あ、そいつは出さないでいいや。あ、でもこれでおかげでちょっと楽になったかもしれない。アミーボがいくらでも出てくるおかげで、なんとか。あれ、ちょっと待って、ピンクコイン残り1枚はどこにあるの。残り1枚どこにあるの。残り1枚どこにあるのか知らないけどゴールしちゃうんだな。これぞクルクルクルクオリティ、あなたのマリオメーカー、私のマリオメーカー。鍵付き扉、残念だけどいつもこの通り。はい、皆さん、先ほど取り逃した最後の赤コインの場所がちょっと見つからなくてセーブして探してみました。そしたらね、ここ、ここに隠しブロックがあって、ここを登ると上にピンクコインがあったとさ。こんなの見つからないよ、畜生め。というわけで今日のマリオメーカーはこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。